なんてこったパンナコッタって寒いこと言ってすみません。チキンチャンネルの藤田です。ご覧ください。なんとライちゃんまで放卵期になってしまいました。この前ね、ライちゃんのうんこ詰まり事件がありまして、皆さんにはね、ご心配をおかけしました。まあそれからね、僕も心配して、もう仕事中もライちゃんのうんちが気になって気になって仕方ないんですけれども、今日もね、私帰宅しまして、すぐにね、公園に連れて行って、うんちをさせました。僕ね、初めてなんですけれども、3話、まとめてね、放卵期になってしまいました。歴代のですね、チキンチャンネルのメンバーでは、ウコッケーのユキちゃんはね、放卵期がありました。で、その時はね、ブラマのフーちゃんと、アローカナのカナちゃんがいたんですけれども、フーちゃんとカナちゃんは、放卵期はね、まあ、ちょっとそれっぽいのは、まあ、一瞬あるとかは別にして、こう、長い、ちゃんとした放卵期っていうのはなかったです。ですが、ね、アローカナのライちゃん、このブラマのハルちゃんはね、がっつり放卵期がありますんで、いつかこうなる可能性はあったんですけれども、ねえ、3話同時の放卵期。ねえ、もうこっち何したらええねんって感じなんですけれども、まあこうなってしまいました。ただね、はるちゃんはもうだいぶ前から放卵してるんで、そろそろ開けるかなとは思ってるんですけれども、とりあえずね、今、まあこんな感じで仲良くね、この産卵スペースにこもっています。ちょっとね、ガラガラ声ですいません。私ちょっと風邪をひいてしまいましてね、昨日は仕事を休んで、まあ、一日寝てたんですけれども、熱は引きました。ただ熱でね、寝込んでた時も、ライちゃんのうんちが気になって公園には行きました。散歩はね、欠かせないですね。まあ、こんな感じなんですけど、はるちゃんがね、ちょっと心配そうにキョイと見てるんで、ちょっとね、正気、続いてる。正気に戻りつつあるんじゃないかなと思うんですけれども。ライちゃん、これもうガチの顔ですね。もう1980年代のね、ヤンキー漫画のヤンキーみたいな顔ですね。どんだけこれ、まあ、昔の言葉でメンチ切ると言いますけど、めちゃくちゃメンチ切ってます。怖。そしてサラちゃんはね、目が見えない。目が見えないから怖い。はるちゃんもね、放卵期の時は結構怖い顔をするんですけど、今はね、ちょっと心配そうな顔をしてるんで、表情はね、ちょっとマシにはなりましたね。これからね、放卵期が何週間も続くと思ったら、ね、ストレスも溜まると思いますんで、夕方ね、気温も下がったんで、ちょっとね、散歩に連れて行きたいと思います。なあ、ライちゃんの表情が怖すぎる。なあ、怒ってもいいから、ただなんか反応してよって感じですけどね。まあ、放卵期ですから仕方がないですね。散歩行こうか。ライちゃん、散歩行く？無視。サラちゃん、散歩行く？無視。ハルちゃん？ハルちゃん散歩行く？お、ハルちゃんだけ反応するな。ここ言ってるけどね。とりあえず連れて行きます。よし、はるちゃん待っといてや。はるちゃん 待っといてや。何コッココッコ言ってんの？ああ、ライちゃんもキャッキャキャッキャ言ってるわ。はい、待っといてよ。何をキャッキャキャッキャ言ってんの？何を怒ってんの？誰に怒ってんの？何をコッコココ言ってんの？行くよ。なあ、誰に怒ってんの？誰に怒ってんの？ココココ。なあ、行くよ。ココココ言ってますね。はい、降りて降りて。はい、じゃあ行くよ。
でもね、水を飲んだんですけど、やっぱりね、喉が渇いてるんですよね。えらいちゃん喉渇いてた。お腹も空いてんねんな。サラちゃんにも水あげてよ。サラちゃん膨らんだらほら怒られんで。サラちゃんね、膨らむんですよね。膨らんだらお姉ちゃんの怒りを買うよ。気ぃつけや。ほら怒られた。サラちゃん、あんたが悪いで。あんたが喧嘩を売ってることなんねんから。それしたらスーパーサイヤドリになったらな、怖いお姉さん怒るからな。サラちゃんちょっと訳が分かってませんね。もうライちゃんもね、サラちゃんになんか怒り心頭ですね。はい、サラちゃんちょっとね、お姉ちゃんから離れて遊ぼうね。お姉ちゃんから離れて。うわ、バッタだ。バッタの赤ちゃんがいるわ。ねえ、1センチぐらい。1ヶ月後楽しみやな。はい、サラちゃんここで遊ぼう。あ、細かいのがぴょん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 跳ねてるね。そうそう、見つけた。バッタの赤ちゃん。かわいそうやけど。ね、もうちょっと大きくなってから食べましょう。怒るけど、なんか怒られるのもわかるんや、雰囲気で。さあ、後ろから来たのわかったんやな。お姉ちゃん二人は普通に散歩してるようやけどね、コッコッコッコというね、放卵器の声で泣いてます。分かってんのかな。ね、意識はあるのかどうかわからないですけどね。まあ巣の中に入ってるよりかは目はぶっ飛んでないんで、ね、ちゃんと行動、ちゃんと考えて行動してるとは思うんですけれども、あのね、産卵スペースに入ってる時ほどね、目がぶっ飛んでないんで、まあ、意識はねあるとは思うんですけど、ちゃんと考えて行動してるのかな。でもね、コッ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 という放卵器独特の声はね出ますね。今はちょっと羽繕いを始めたんで、声は出てないですけれども、あ、サラちゃんもちょっと離れたところでね始めましたね。なんやかんや一緒にいたんやな。あんたら放卵期でも仲ええな、寄り添って。なんでハルちゃんはライちゃんに怒れへんのかな、不思議です。ほほほ、サラちゃんが怒りモードで追いかけられた。あんたはどうやら追いかけられる才能があるみたいやな。なんか気に障るんやな。ほらほら、来た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 、お姉ちゃん来た。ほら、そういうことするからかね、そういうことするから。は？荒ぶるからあかんのよ。大丈夫か？来たよ来たよ、後ろから、後ろから来たよ。逃げるから追いかけられんのよ。人間だってそうですよね。やっぱりね、すいませんすいませんって、必要以上にね、すいませんって言う人の前ではね、偉そうになってしまうんですよね。すいませんって言われて、そんないい気持ちじゃないんですよね。なんかイライラしちゃうっていうか、そういうのがね、鳥にもあるのかもしれません。サラちゃん、どうしても膨らんでしまうんやな、体がな。しゃあないな、膨らんでしまうんやったらしゃあないわ。風船みたいにプーってなるんやもんな。まあ、ライちゃんもいちいち反応しない、それがいいんですけど、反応しちゃうんですよね。サラちゃん、これ食べ。まだ食べるのは早いか。ちぎれへんか、この方。ちょっと早いかな。あんま美味しいない。どうですか。食べにくいな。早い、食べにくいな。ちょっとこの場所な、キメラの好きな白爪草とかないし、ちょっとだけ移動しよっか。は
はい、ちょっとだけね、この桜の方の広場に来ました。最近はね、こっちあんまり来てなかったのはね、結構このロープが張られてるんで、そっち入ってしまったらダメなので来てなかったんですけどね、ちょっとだけ種を食べましょう。あ、ライちゃんこけた。ここならね、クローバーの葉っぱもいっぱいあるし、こういうね、大好きなこの穂がいっぱいあるんで、ね、サラちゃん、この穂食べ。お姉ちゃんが来た。ね、まあ、自分で取って食べるでしょう。ここならいっぱい美味しいね、草があるからね。思いっきり食べましょう。お姉ちゃん向こう行ったからな、サラちゃんゆっくり食べ、これ。そんな急いで食べんでも大丈夫やで。放卵期でもね、ケージに戻ったらご飯を一生懸命食べるんですけど、サンマとも放卵期なんでね、ちょっと何かがあったらね、急いでね、産卵スペースに戻るんですよね。なので1羽で放卵期の時ほどね、ゆっくりご飯を食べられないんですよね。はるちゃん食べたかったんやろこれ。見てたんやな、ずっと。どうぞ。まあ、とにかくいっぱい食べとき。しっかり食べとき、ライちゃん。なあ、ライちゃん便秘ならんようにな、しっかり草食べとくんやで。ここはね、もうみずみずしい草がいっぱいあるからね、いっぱい食べてもらいましょう。食べ放題で、はるちゃん。ライちゃん、ライちゃん、うん、サラちゃん入ったよな。エロいに来たやな、うん、よし、うん、いいよ、入って入って。はい、ただいま、ライちゃん、ただいま、ライちゃん、散歩楽しかった、ま、早くお家帰ってこ。カラス鳴いてるわ。帰ろう帰ろう。はい、一番乗り。あ、ご飯食べてますね。泣くか食べるかどっちかし。食べに行くそう、カカカカ言いながら。一気になかった。水も飲んどきよ。さっきっぱ飲んだから大丈夫かな。はるちゃん連れてくるな。はるちゃん、お待たせ。あ、はるちゃんもご飯食べてる。大丈夫かな。あっちこっちからコッココッコの声が聞こえるな。はるちゃんも入んな。はい、入りました。カーカー言うてる声な。ごめんごめん、遅くなりました。うん、結構言うてんのな。大丈夫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 。おお、上でやらかくなってるわ。はいはい、サラちゃん、ご飯食べ。お姉ちゃんも上に上がったからな、サラちゃんゆっくりご飯食べれるよ。食べ、ゆっくり。上に上がったら、お姉ちゃんこんなんやからな、大変やで。上に上がるか。
コッコッコッコ鳴いてるわ。ニワトリって感じですね。ニワトリを飼ってたらね、こんな声で鳴くんかなっていうね、イメージがありますが、ね、実はニワトリおとなしい。でも放卵期の時はね、ニワトリらしいコッコッコッコいう声を出してます。あ、静かになった。何この間。はい、おとなしくなりました。はい、ということでね、僕も初めての、3話一緒の放卵期ということでね、まあこれからどういう風な、生活になるのかわかりませんが、まあ今まで通りね、散歩には連れて行きたいと思ってますので、もうね、早く放卵期開けるのを待つしかないですね。はい、ということで、次の動画はどんな動画になるのかわかりませんが、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、おやすみ。あれ、サラちゃん、これどっから顔で出るこれ。かわいいやんか。はい、さよなら。